ご覧の通り、先日紹介したクリプタンサスラサルダイメネスカルの水槽なんですけど、雨が降り込んで洪水状態です。水浸しですよ。あの夏でね、急にゲリラ豪雨的に雨が降った際に横殴りの雨でどうもこうなったみたいです。今日はこちらを植え替えていこうと思います。はい、クリプタンサスをですね、救出して水槽を洗ってきました。このクリプタンサス、何回も言って言いにくいんですけど、クリプタンサスラサルダイメネスカルはですね、こうやってランナーを出してその後に小株をつけるタイプのクリプタンサスです。ですので、まあ、こう縦に、吊るすような形で鉢を、用意してあげると、下の方にランナーが垂れてって小株、そこからまたランナーが垂れて小株と、大変美しい仕立て方もできるんですけど、まあ、僕は管理の問題でこういう水槽の中で管理してます。ちょっとランナーが一部腐ってるところとかもあるんで、その辺調節しながらまた植え付けていこうと思います。ちょっと今腐ってるランナーとか下葉の処理してて気づいたんですけど、土の中に埋まってたせいで相当色が悪くなってます。これはちょっと悲しいですね。で、本当はもうちょっと綺麗なんですけどね、こっちすごく赤みがかってピンクだと思うんですよ。でこちら左の方は青いと、このクリプタンサスっていう植物はいろんな種類あるんですけど、その多くはちょっと太陽の光を浴びると綺麗な色が、まあ、この種類でいうと赤みがかってラメが綺麗に出る種類です。で反対に太陽の光があまり当たらないと、まあ、このように緑色になって中の模様が消えてしまうっていうような、模様になります。で本当はもうちょっと綺麗に育ってラメの形とかももうちょっとちゃんと出るんですけど、また綺麗に育てることができたらそれはその時紹介しようと思います。はい、ヒメアナナス属といってパイナップルと同じ仲間ですね。今回用土に使うのはこのバーミキュライトと高級水苔を使おうと思います。まあ、高級って書いてますけど、これ一番安かったです。で、用土についてなんですが、まあ、ほとんどどんなものでも大丈夫だと思います。今までいろんな用土で育てましたが、大体何でも育ってくれます。まあ、大事なのは水を切らさないこととか、まあ、太陽の光の調節とか、まあ、その辺になるかと思います。では用土を入れていきます。もうざーっと適当ですね。用土の話にまた続くんですけど、僕はずっと、水苔と、あとはゴールデンバイ用土、それから赤玉土とか単葉でいろいろ使ってみたんですけど、ゴールデンバイ用土が結構好きでいろんな植物に使ってます。まあ、今回はちょっとゴールデンバイ用土切らしてたんで、たくさんあったバーミキュライトを使っていこうと思います。で先ほどもちょっと言ったんですけど、こいつらこのクリプタンサスって植物は用土どうのこうのよりも水を切らさないというふうにさっきは言ったんですけど、やっぱ湿度すごく大事で、湿度がなくなってカラカラに乾いちゃうとあっという間に、お亡くなりになってしまいます。ですんで、こうやって僕水槽で育ててますけど、もう水びしゃびしゃで、育てても十分育ってくれるんで、かなり、なんだっけ、アクアリウム、テラリウム、何かね、まあ、ど忘れしてたんですけど、まあ、そういうのに向いてると思います。どういうの、テラリウムか、いいか、アクアテラリウムね、ああいうのに向いてると思います。
の乾燥水苔っていいですよね。あのいろんな植物育てるのに使えますし、時々あのこうやって体質で育ててると水苔が、乾燥水苔が生水苔に復活する時ありますよ。あれ本当すごかったです。生水苔って、あの緑、生きた水苔に復活する時がある。めっちゃ綺麗やったね、あれ、うん、ざっとでいい、ざっと。こう。こう。あん、こうこう。なんで絞ったの？絞った意味ないや。まだ全然水が足りないぐらいですね。もう、あの、基本的に管理は、あの、放置がいいんですよ、僕は。もう、あの、忙しくて、もう毎日の管理とかとてもできないんで、放置して、この僕の好きなクリプタンサスがこう増えていってくれればなっていうんで、この、育て方を考えつきました。もうこれしてるともうほとんど放置で大丈夫です。夏はもうこのまま日陰に、半日陰に置いて、まあ、遮光するならおそらく 70% とか遮光しちゃって、でもうそのまま放置、水びしゃびしゃして放置で、冬はこの上にこうラップをして湿度を保ちながら、様子を見ながら太陽に当てたりして育てて、それもほとんど放置です。それでいけます。でも一応見には生きよるよね。うん、まあ、一応見るのが好きで育ててますんで、見てますよ。はい、用土完成しましたんで植え付けていこうと思います。元気に育ってくれ、増えてくれ。もうほんと適当ですね。あ、ちょっと用土少なかったか、もういいか。もう本当に全然こう下の方も水溜まっちゃってるみたいなんで全然大丈夫ですね。様子見てもあのランナー腐るとか下葉があまりにも黄色くなるとかなってたらちょっと考えないとダメかもしれませんけど、僕はもう今までほとんどもうこのやり方でバンバン増えましたんで、これでやってます。まあ実際バーミキュライト単葉ってのはやったことないんでどうなるかわかんないですけど、ちょっとイメージではね栄養が少ないんじゃないかなって思いますけど、どうでしょうか。でもいろいろこう観葉植物ってあって、あの僕も好きでこうやってクリプタンサス育ててますけど、クリプタンサス好きで増やすために育ててるっていう人も会ったことないですもんね。綺麗なんですけどね、今日はもうちょっと土に潜ってたんで綺麗じゃないんですけど、本当にいろんな模様があっていい植物だと思うんですけどね、管理も楽で名前がかっこいいね。クリプタンサスラサルダイメネスカルってこれ名前で大体あれ僕もかっこいいなと思って買ってますね。そうやん、大体名前。いやもう一個うちにねまだクリプタンサスありますけど、そっちの名前はクリプタンサスアースエンジェルですよ。むちゃくちゃかっこいい中二病の名前してますからね、アースエンジェル、うん、はいはいはい、やばいね、うん、この中二病的な感じもまたいいですよね。この名前がクリプタンサスラサルダイメネスカル、かっこいいですね。今言えとった？うん、言えとった、完璧ですね。はい、こうやって見たら分かると思うんですけど、こっち赤いけど緑っぽくて、またここ赤いけど、あ、こっち乾いてくると模様がちょっと分かりますね。おお、ね、でもこれやっぱあの僕が放置しすぎて、あの季節によっては日陰になったりしてて、あのちょっと葉っぱが伸びちゃったりしてますけど、まあ大体こんな感じです。はい、まあ植物はね好きなんで、これからどんどん、まあ、特にこの植物が好きなんでどんどん増やして、まあわよくば植物好きな人に配ろうかななんとか思ってますけど、まあ、どうなることやら、また頑張って育ててみたいと思います。もう喋ることないな、うん、これで終わりだわ。完成？完成完成、はい完成です。はい完成、はい、あとはもう適当に土の状態見ながらもう水ジャブジャブあげてたら適当に育ってくれるでしょう。はい、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。